誰かいじってほしいぐらいのスコアなんですけど77でした。いやでも、はい、頑張ったんじゃないですか後半ね。いやワンダーで来てて後半だけですよ、うんうん、上がりでブギブギっと終わりました。今日は激戦でした。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。そうなんですね。え、ダマちゃんスコアはえ、すごいですよ今日俺っちの来ましたね。びっくりするスコアを教えてやろうか。なんとだ、44の88だ。普通本当に YouTuber もうね、後半のね、いや後半のね、俺の後半すごいよ。いボギーボギーパー、ボギー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 パー噛んじゃったし違う、聞いて、違う、今日、太平洋クラブ江南っていう名門コースでやったの、俺っちは。普段俺っち河川敷でやってるわけですよ。そう、分かった、ね、分かったでしょ。そう実質70代だから今日。そう、そういうこと。そう、実質70代だから。実質70代だから。俺っち、完全なアウェイ。そうだよね。だし、今日は、ですよね。そう、2人分の撮影をこなしながらやって、88だから。実質70代だから。実質70代。実質優勝。実質優勝。ありがとうございます。え、今日、何バーディーですか？え？何バーディー？実質3実質なのかよ。そこも実質なの。実質3。でも多分、うん、ボギーの数は今日俺多分1番だと思う、うん、多いってことですか。多いってこと。多いボギーの数多分今日1番だよ。それじゃない。そうかもしれない。ボギーの数はマジでけどじゃあ多分18ホール中11ホールぐらいボギーだったから今日逆にすごくないですか。ボギーで抑えてるってことね。そういうこと、うん、でもそういう安定してる、ある意味安定してるよね。だ誰も望んでない。ただ単に純粋にコツコツ上手くなってる。普通の人じゃん。あ、トリもあるし、バーディーもあるし、ダボもあるしみたいな感じだったけど、面白いよね。フォローありがとうございます。まだねボギーを打ってると思う。確実にレベルアップしてるんです。難しいんだもん、ここ。難しかったですね。新しい。これがヘタピの生まれたコース、それがアルカデオ。これティーグラウンドだから。え、岩じゃないんだ。これ違う、あのイノシシが掘り起こしたね。ダバードのホームコース、これがアルカディアゴルフクラブ。え、これホームなんだ。これホーム。昔ここはこんな感じでやってて GDO の評価が 2.0 ぐらいだったんですよ。それが改修工事が入って 2.8 まで上がったからね。 2.8 までしてたからね。お疲れ様でした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 。あれ素通りですか。あれ結果は結果は後半叩きました。でもめっちゃいいです。めちゃめちゃ叩きました。結果はあ、でもすごく調子良かったって言ってたもんね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした。1月結構ゴルフしてなかったんで2月もですけどやばかったんですよ。多分動画でも上がってると思うんですけど、あの空振りしそうになったりとか言ってました。しててでもあの撮影も結構多かったので調整して前回のそうラウンド良かったんですよ。最後の方は3ホールぐらいそのまま今日リンゴロープ来れたので良かったです。結構いい感じにさすが打てたんで、まあ、平均スコアぐらいで回ってくれました。素晴らしい。今日ね90ギリぐらいかなと思ってたんですけど80前半で回っちゃいました。素晴らしい、はい、素晴らしい。さすがアプローチ職人の純ちゃんです。よかったです。恥ずかしいスコアじゃなくてよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした。死亡しました。死亡しちゃいました。やばいですマジで。めちゃめちゃ来ました。あ、そういう日もね。やばいですもん。本当にやばい。どうでした。やばかいですか。やばいです。本当にやばい。前半よりは後半の方がちゃんといいです。あ、よかったです。なんとか70代で。お、すごい。さすがです。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでした。まあまあ、可もなく不可もなく最低ラインは最低水準だけ。じゃあそういうことにしときましょう。いや、わかんないんで。アンダーパーの人いるかもしれないですよ。まあね、まだわかんないですよね、はい、私も聞いてないんでわかんない。僕も聞いてない。ずっとパターしましたありがとうございます。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はテラスでボギーダボという
ハードな1日でした。が、なんとか、後半はちょっと頑張ったんですけど、まあ、ちょっと絡めない感じのスコアなので、ここから拍手を送っていただきたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の朝、たえちゃんから電話で、ブチブチに煽られて、あ、もう今日タエの日だから、スミ君出番ないからみたいな感じだったんですけど、タエよりは良かったです。今の自分は妥当のスコアなんじゃないかなというようなスコアでは回れました。まあ結果が良かった方も悪かった方も、今の結果を踏まえて来年大会に向けてまた練習に励みましょう。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。2年目のリンゴのトークが今日で終わってしまいます。結構あっという間だったなと思います。結構たくさんの人が参加してくれて、しかも何回も参加してくださる方がいたり、まあ、顔見知りになったりして、私も毎回リンゴのトークに参加するのがすごい楽しくなりました。1年間ありがとうございました。今日お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。朝はちょっと寝坊してしまって、集合写真に終わりなかったんですけど、なんか失笑失笑。はい、はい、今日はちょっとふわふわしてしまった日だったんですけども、なんとなくいい感じに自分の中では満足いくスコアで回りました。今日同じ組で回った方が、私の地元、全く同じ地元の人がいらっしゃって、小学校も一緒だったんですっていう、すごい偶然があって、まあ、ゴールドってすごいなと思いました。まあ、年齢はちょっと違うんですけども、なんか、すごいなって思います。すごい、すごい、すごい。そうなんですか、ゴールドって、なんか、こういうなんかつながりがあるのがいいなと思います。うん、はい。今日はお疲れ様でした。はい、じゃあ、はい、2位まで行きましょうか。2位まで。うん、皆さん、心の準備いいですか。はい、21位から行っていいよ。21位、はい、青と41、銀41、青木純。おー、おめでとうございます。青と46、銀46、プロ91、75位、石井ゆっぽ。おー、おー、第11位、青と40、銀37、最後タイ、アプロス77。はい、じゃあ第10位いきます。アウト39、イン38、クロス77、篠崎孝也さん。おめでとうございます。第9位、アウト40、イン37、クロス77、寺内あずささん。第8位、アウト38、イン38、クロス76、川野瑞希です。第7位、アウト38、イン38、クロス76、松岡秀樹さん。第6位、アウト37、イン39、クロス76、平田祐希さん。第5位、アウト37、イン38、クロス75、みなさんおめでとうございます。アイドルみたい。第4位、アウト38、イン36、クロス74、高橋一生さん。第3位、アウト39、イン35、クロス74、磯正弘さん。おー、すごい。おめでとうございます。慣れてる慣れてる。第2位、アウト40、アウト40、やめなさい。第2位、イン33、クロス73、スミカイトです。2位だよ、2位。おめでとうございます。2位だよ、2位。メンバーならず、メンバーならず、まあ、40叩いちゃったからね。優勝、アウト35。あ、もう一回カメラ準備してる人がいる。いきます。優勝、アウト35、イン37、クロス72、ゴルフォル、ゴルピア。
ダルと、トーフィーと、あとスピーカー。はい。スピーカー。写真大丈夫ですか？おめでとうございます。皆さん、ぜひご覧ください。こんな真面目にはゴルフすることないので、いい結果になっていればですね。去年、海斗君に負けて悔しい思いをしましたので、海斗君見てるか？いますよ。なので、今年はリベンジを果たしてよかったですね。これでもう、彼からの挑戦をいつでも受け入れる立場になったので、皆さん、海斗君を応援してください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました。聞いて大丈夫ですか？乾杯になると思います。ありがとうございました。